アイシングとは、氷や水などを用いて、体を局所的に冷却することを指す。アイシングは、負傷、疾病に対する応急処置、運動時の負傷の防止や、筋肉痛、疲労蓄積の軽減、止血などを目的として行われる。さらに運動時に、筋肉の温度を運動に適した程度に保たせたり、適度な運動や温熱療法と組み合わせることで、 治療効果を得ることもできるを参照。アイシングの持つ生理的効果には以下のものがある。コールドパックアイシングには氷、コールドパック、レーシップコールドスプレーなどが用いられる。それらが手元にない場合には流水にさらすという方法もある。このうち幹部の表面だけでなく深部まで冷却するという目的を達成するために最も優れているのは氷である。 とりわけ、摂取摂取零度の氷は、質量あたりの冷却能力の高さ、すなわち、冷却効率という点において、最も優れている。これは、摂取摂取零度の氷 1g が、摂取摂取零度の水になる際に要するエネルギーが、摂取摂取零度以下の氷 1g の温度を、摂取1度上昇させるのに必要なエネルギーよりも、はるかに高いことによる。氷を用いる場合は、 氷のうに氷を入れる方法、ビニール袋の中に氷を入れてから空気を抜いて、アイスバッグを作る方法、バケツの中に氷と水を入れる方法がある。氷のうや、アイスバッグを作るのに、十分な量の氷がない場合は、氷を直接患部に当てて動かす方法もある。アイスマッサージは、アイスバッグを当てにくい場所のアイシングや、局所的なアイシングに適しており、 氷を動かすため当初を起こしにくいという利点がある。氷濃やアイスバッグを固定させたい場合には、包帯や専用のサポーターを使用する。コールドスプレーは、氷よりもアイシング効果は低いが、一時的に痛みを緩和させるのに役立つ。コールドパックも冷却能力は氷より劣る。一般に、冷湿布は皮膚の表面温度を約摂取2度下げる効果を持ち。 効果は2から4時間持続する、負傷疾病に対するアイシング身体を負傷した場合、炎症を抑え痛みを軽減させるための応急処置として、アイシングが行われる。また、頭痛や風邪の初期症状としての喉の痛みといった、疾病に対する処置としても行われる。これらはあくまでも医師による診断及び治療が行われるまでの応急処置である。スポーツにおける、 アイシングスポーツにおいては、負傷に対する応急処置以外にも、運動後の疲労蓄積、筋肉痛を軽減させ、前述の二次的低酸素障害を防止する目的で行われる。アイシングは前述のように、冷却した部位の細胞の新陳代謝レベルを低下させる。運動後は、筋肉の温度が上昇することで、エネルギー消費が大きくなっており、そのことが疲労の蓄積につながる。 従って、アイシングを行うことで、エネルギー消費を抑え、肥料の蓄積を抑えることが可能になる。また筋肉が損傷し痛みを覚える場合には、痛感神経を麻痺させることで、筋肉痛を和らげ、筋ス,スパズムを軽減させることが可能となる。さらに筋肉が微細な損傷を負ったことによる炎症を抑え、損傷が周囲に拡大することを防止することができる。 スポーツ選手にとって、フィジカルトレーニングや、競技の後のアイシングは常識であるとされる。また、スポーツ選手は体に慢性的な痛みや故障を抱えていることが多いため、痛みの緩和や、故障の悪化の防止のためにも行われる。さらに、スポーツの分野では、パフォーマンスを向上させる目的でアイシングを行うことがある。筋肉にはパフォーマンスを発揮するのに適した温度があるが、 競技中は筋肉の温度が過度に上昇する。そこで体に水をかけることで過度に上昇した筋肉の温度を下げ、パフォーマンスが発揮しやすい状況を作り出す。多くのマラソン選手は競技中に給水所で受け取った水を腕や足にかけている。サッカーにおいても、下記の試合では同様の目的で足に水をかける選手が多い。ウォーミングアップの前にアイシングを行うと、 二つの効果を得ることができる。一つは冷却した部位の血流量を消費エネルギーを抑えつつ、短時間で増加させ、筋肉の温度を運動に適した温度に高めることである。ある部位を局所的に冷却すると、その部位の温度を元に戻そうとする作用が働く。それに合わせて運動を行いさらに血流量の増加を促すことで、短時間で血流量を増加させ、 筋音を高めるために消費するエネルギーの量を節約することができるのである。二つ目の効果は特定の部位に痛みを抱えている場合に筋ス,スパズムが発生することを防止することでパフォーマンスの低下を抑える効果である。リハビリテーションにおけるアイシングアイシングはリハビリテーションの場面でも活用される。手術後は傷口が痛むため、 そのままでは、術後の数日間はリハビリテーションを行うことができず、さらに筋ス,スパズムの発生により体を動かすことが困難になる。これに対し専用の装置を用いて、アイシングを行いながら、多動運動を行うことで、手術の直後からリハビリテーションを行うことが可能となる。スポーツ時に多い症状に対して突発的な症状に、対して一般的な症状に対して、 アイシングにおいては冷やしすぎにより、当初を追うことに注意する必要がある。冷やしすぎを引き起こす要因には、冷却時間、冷却媒体の温度、冷却媒体の種類、幹部への圧迫の度合いがある。とりわけ重要なのは、冷却媒体の温度である。コールドパックの中には、摂取摂取0度以下に冷えるものがあるが、そのようなものを使用すると短時間のアイシングであっても、 当初を引き起こす危険があるため、使用時にはタオルで巻くなどの工夫が必要である。また、コールドスプレーを長時間至近距離から吹きつける行為は、当初を引き起こしやすい。前述のように、コールドスプレーは、氷よりもアイシング効果は低いため、幹部の深部を冷却しようとすると長時間吹きつけることになるので注意が必要である。氷を使用する場合でも、 家庭用冷凍庫で作ったものや市販のものは摂取摂取零度以下に冷却されている場合がありそのような場合は氷を水に濡らして表面を溶かすか水を混ぜて氷水にして対処することが望ましいアイシングをしたまま眠ると凍傷を引き起こす恐れがあるので注意が必要であるアイシングを行う時間の目安は概ね10から30分である皮膚に創傷や 作家症がある場合は、傷口から細菌が侵入して、可能を引き起こす恐れがある。可能を防止するために、アイシングの前に傷口を消毒し、伴創口を貼ることが必要である。アイシングは血行を抑えるための行為である。そのためアイシングの最中及びアイシング後しばらくの間、血液の循環を促進する、飲酒、入浴、過度の運動を行うことは厳禁である。 皮膚の弱いものがアイシングをする場合には、アンダーシャツの上から行うなどの配慮が必要である。冷却に対する過敏症、冷却による一時的な血行障害を引き起こした場合はそれ以上のアイシングを避け、医師の診断を受けることが望ましい。その他、心疾患や局所循環障害を患っている場合には、アイシングは禁物である。また、シップについては、サリチル酸。 メチル、カンフルなど血行を促進する化学物質が含まれている場合が多い。それらの化学物質は内出血を助長し、腫れや痛みなどの炎症を悪化させる場合があるので注意を要する。ライスとは不祥事に行うべき4つの応急処置法の総称である。これら4つの処置法は単独でも効果を発揮するが、同時に行うとより大きな効果を発揮する。 4つの処置を同時に行うことが困難である場合には、まず冷却、すなわちアイシングに行うことが迅速に行うことが、不詳の予後に良い影響をもたらすとされる。なお、ライスの内冷却と圧迫を同時に行うための道具として、バンデージ上の冷却剤がある。クライオストレッチとは、筋肉の緊張を解消するという意味で、同様の効果を持つアイシングとストレッチを組み合わせる。 ストレッチ法のことで一般には筋肉に痛みや張り、緊張を抱えているために通常のストレッチが困難な場合に行われる。具体的な方法としては筋肉を5から10分間アイシングし、その後ストレッチを行う。さらに、ストレッチの効果を高めるために行われるクライオストレッチもある。この方法ではストレッチにより筋肉を限界まで伸ばした時点で、 その箇所を冷やすことで伸びた状態を筋肉に記憶させ、元に戻りにくくする。クライオキネティックスとは、アイシングしながら適度な運動を行うことで、損傷した組織の回復を早めようとする方法である。前述のように幹部が損傷している場合には、細胞液や血液を幹部の毛細血管に集中させて治癒させようとする作用が働くが、この作用は幹部に、 適度な運動を加えることで促進される。クライオキネティックスはそのことを利用して、アイシングによって、幹部の痛感神経を麻痺させて、痛みを和らげ、適度な運動を行うことを可能にすることで幹部の回復を早めようとする。温熱療法とは、幹部を温めることで周辺の細胞の働きを活発にし、新陳代謝を促進させて、筋肉の緊張、収縮をほぐして、 痛みを和らぎる治療法である。アイシングと温熱療法を連続して行うことをコントラストという。具体的にはまずアイシングを行い、続けて患部を温める。そうすることでまず患部の炎症を抑え、その次に血液循環を向上させ炎症の原因物質の除去と筋肉への酸素供給を促進させて回復力を高める効果が得られる。コントラストは、 ぎっくり腰や寝違いに対して効果的な治療法として知られる。なお、負傷などの際に、アイシングと温熱療法のいずれを選択するべきか迷う場合もあるが、患部が炎症を起こしている時に患部を温めると、アイシングをした場合とは逆の生理的効果がもたらされ、炎症が悪化してしまう。逆にアイシングを選択して炎症が悪化することは、ほとんどないとされる。ありがとうございます。